ダダティクロージングチャンネルです。今日はちょっとアップかな。ね、いつもよりちょっと角度が違うかもしれないですけども、よろしくお願いいたします。今日は M64 フランス軍、フィールドパーカーって言われるやつですね。これなんかはもう本当にこう、アメリカ軍の M51 の、ちょっとイメージモチーフというか、結構形も一緒で、このフードがついた一体型になってます。で、これ自体は、64って言われるだけあって、1964年から、配給されている洋服です。で、これ自体はね、1964年から80年代ぐらいまでこう作られた、コートになってますね。で、これ自体、フランス軍の M64 だとか、60年代、70年代ぐらいのやつは、コットンサテン300っていう、こう素材使われてて、すごくこうなんか、光沢感のある、すごくいい素材なので、こう着れば着るほど、いい洋服の当たりが出てくるっていうので、有名な素材を使ってます。本当なんかね、こう、なんだろうな、コットンなんだけど、すごくこうサラサラで、まあこういういろんなコットンがあるんだなって、なんかちょっと逆に言うと勉強になるような、スタイルです。で、じゃあちょっとディティール紹介していきたいと思います。で、これ自体、さっき言ったように、上が一体型になっているので、これは外せはしないです。でもね、こうそんなにこう軽いフードなんで、そんなにこう違和感というか首に干渉はないです。で、これ自体ラグランになっているので、肩がこうピッて決められてないので、わりかしこういろんなサイズ、大きめに着てもいいし、まあ肩がちょっとこう、あんまり張ってない人に対してもいいところでポジション作って、手の先まで行くって感じなので、すごい着やすいやつですね。で、ここ、まあ、フード上げるときに、ここにドローコードというか紐もあるので、結構上にしてちっちゃくやることもできるし、そのままブラブラっていうのもありですね。で、ここにボタン1個外側のやつがあり、まあ、こっからはちょっと内側ボタンというか、中にこう出てくるやつなので、ちょっとタイプ的に言うと、で、これもブラスジップですね。で、ボタンが1、2、3、4、5。で、一番下に6か。で、これ途中なくなってるかな。そう。で、こんだけボタンあるとね、下まですごくこう、丁寧にボタンもできますね。で、まあ僕、こう、M64 とかの前期とかのモデルによくあるパターンなんですけど、ここの、こう、色が、ちょっと変わってる。で、素材がちょっと変わってるのが、まあ、意外と1960年代のやつに多く見られるやつですね。そう。で、64とかだとね、ここの中の地もちょっと色が違ったりするんですけど、これはこのままの素材ですね。で、これボタンが、2つついてて、これちょっとなんか、一応こう中にこう出にくくなるような、中のものが出にくくなるような、ちょっと一つ加工がされてますね。で、これ自体ポケットは中に入っているタイプで、内側に全部入り込んでる。まあ、アメリカ軍とかだと、こう、外に備え付けのポケットなので、まあ、その辺の、こう、ちょっとディティールが違うのかなって感じですね。そう。で、ジップ自体は、なんだろう、これ。エリエスっていうのかな？そう。これもね、フランスのメーカーかなって感じですかね。そう。で、これ、中、後でタグも見せますので、フランス表記の見方っていうのもちょっと見てみもらっていいかなと思います。じゃ、それでは、ちょっと着画に行きたいと思います。で、これ自体ね、やっぱり本当にこう、なんか毎度毎度なんですけど、どんどんこう数が減ってきてて、まあ、状態いいやつがだいぶ少なくなってきてるので、見た方はちょっと早めにっていうのも一つ考えてみてはいかがでしょうか。そう。で、これ自体は、外側の部分が、1965ってなってますので、65年製になりますね。で、サイズがちょっと大きめの108表記になってますね。そう。で、まあ、フランス軍とかが結構100いくつとか90いくつで C って書いてあるのが、ちょっと特徴なのかなと。で、ここ、中のボアライナーが、1968年って書いてあります。だからまあ、こう外側と内側でこう年代が違うっていうのは、まあ、ミリタリーあるあるなので、
まあ、いろんなこう中がちょっと傷んだり外が傷んだりしたらこう変えてみるっていうのも一つ面白い提案かなっていう感じですね。そう。で、これ自体、中にライナーもついてるんですけど、これ自体が結構こう、すごいごつい素材になってるんで、これ中に着込んだら相当やっぱりあったかいです。冬の時期は。で、逆に言うとこのボアを取れば、結構こう、上に羽織るっていう意味では、結構4月とかぐらいまでとかで、ちょっと肌寒い10月とかでも、この外側だけだったら、結構こう、コットンのロングコートみたいなイメージなので、すごい着やすいんで対応できる素材になってますね。そう。で、この辺のね、やっぱりこう、フランス軍っていうのはね、こうすごいんですよ。こう中の縫製がね、すごい綺麗なんですよ。で、例えばまあ、アメリカ軍とか他の国とかになってくると、結構こう縫製がね、ちょっとなんか糸がいっぱい出てたりとかするんですけど、これはね、やっぱ本当何なんだろう。やっぱこう、国民性なのか、その要は物をきっちり作ろうっていうフランスの方のこう意思なのか、すごいこう、中がね、すごい綺麗になってる。だからまあこう、昔の人でなんかこう逆さまに着てもいいぐらいだって表現してる人いましたけど、それぐらいね、結構一個一個のね、縫製が綺麗なので、フランス軍買った人は、ぜひその辺をチェックしてみてください。よし、これ着てみます。これ自体ね、108か。だからまあ僕的にも多分だいぶでかい方です。でもこう、オーバーコートというか、結構ガバッと着る。まあ、場合によってはこう、踊る大捜査線の小田さんみたいな感じに見えるかもしれないですけど、まあ、あれはね、アメリカ軍のイメージなので、まあ、フランス軍もこうモチーフでイメージしているので、まあ、ちょっとこう似てるディティールかもしれないですけど、まあ、これはでもね、これでね、本当にこう、ここは切れてないまっすぐのパターンで、本当オーソドックスな、オーバーコートって感じですかね。でもやっぱかっこいいですよ、本当に。で、もうとりあえずこうフランス軍のこう素材はもう本当に間違いないので、もうなんか本当にこう、どん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 数減って、なんかこういうの触れなくなってきてしまうのはちょっと寂しいですけど、まあ古着屋さんとかであったらぜひ手に取ってみて、どうかなどうかなってやってみるのもすごくいいかなと思ってます。で、これ、さっき言ったようにこれ、ここも、ドローコードが、あ、これないのか。ちょっとドローコードなくなっちゃってるんですけど、この紐を締めると相変わらずまたシルエット変わるので、いろんな着方ができるって感じですね。で、まあ、ちょっと僕の話すると、まあ、こう古着を通して皆さんにこう、なんか楽しい、出会いとか提供していきたいなと思ってて、まあ、インスタとか YouTube とかやってるんですけど、まあ、今後はどん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 こうなんだろうな、自分がなんか買い物紹介してみたりとか、なんか自分でこう洋服作ってみたりとか、今ちょっと構想としては、オンラインショップをやるっつって、まあ、6月1日からやろうかなって思ってやってるんですけど、まあ、そのうちにこうまたなんか違う、なんかこのダダティっていう、こう、ブランドを伸ばしていって、ちょっと違うことにも挑戦したいなっていうふうに思ってます。なのでまあ、ぜひよろしければ、今後の、動きをチェックしてみてもらって、インスタとか YouTube、いいね、フォローとか、ぜひしてもらいたいなと思ってます。もうシンプルにどうですか？これかっこいい。で、このやっぱね、色が違うのがまたかっこいいんですよ。だから、ここもね、結構綺麗なアジャスターついてて止められるし、もう僕、やっぱりこう、M47 とかの後期モデルとして64って出てるんですけど、本当にこう、僕、フランスの洋服も大好きなので、ぜひね、みんなで楽しんでみてもらいたいと思います。それでは、また、バイビー！